このラストダンジョンは上へ上へ向かっていく系かな。一応祝福が第一棟って書いてるんで。で、もう階段なくなってます。ん？何太ってるやつは。おデブさんがいる、おデブさんが。おめえこっち来れねえやろ。ここ空いてるし。ほら、あいつこっち来れねえもん。一方的にやれるよ。これ FP も使わんし、めちゃくちゃ便利これ。おら、お前こっち来れんの、来い。これジャンプ、オッケー。ジャンプすげえ。あ、礼拝、あ、これ礼拝どうすんや。位牌使わないんで別にいらんけど。もしかしたら攻撃力とか、プレイヤーの攻撃力とか上げる方のやつをドロップするやつもいるかもしれない。なんじゃこいつらは。おー、行くぞー、おらー。なんかやばい。皮膚キマンもいる。とりあえず、近場からやっていこうか。あちゃ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 。ジャンプ R2 が線出るので、こう距離詰めながらも使えますし、でも速いし。なんか、上になんかおるな。なんじゃてめえ。痛い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 。礼拝。もう礼拝はいらない。あそこに何かがあるから、こっちから行けってことか。これ行けるな、これ。ここから、よくしょー。これなんやろ？ん？何これ？スピーラ。祈祷か。対象の足元から螺旋状の光柱を発生させる。はぁ、あ。螺旋とはルスボの清流であり、いつか神へと至る柱なのだ。なんかいるなぁ。おお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 。お前、これ獅子舞の、獅子舞の使ってた技に似てるなぁ。HP 高っ。バックスタ取れるかね。ほい。なんかバックスタ取れそうな。取れなさそうな。ちょっと、ケツが、高いかな。おお、ルツボやな、お前は。お前、ルツボか。ルツボカズラか。で、バックスタは？いや、今の後ろじゃなかったな。バックスタが、わからん。ちょ、こいつパリしてー。あ。はい、残念。まあ、こういう動きが素早いやつは、後ろに回り込んで、こうやって戦っていくのがいいかもね。あ、パリーは普通に取れる。ってなると、やはり、パリーを、そんなすぐに、やってくるか。パリー狙った方がいいかもね。タックル。パーン。オッケー。一月一、二、はい、うまい。パリー入れて。こいつはパリーがいいかもな。一撃ダウンしてくれるし、起き上がりも早いが、そこは気をつけて。ほい。うん、いいね。これ狙いやすい。この二発目がすごい狙いやすい。よし。終わり。なんか落とすかね。は？何も落とさんこいつ。また礼拝か。いらんよ、礼拝ばっか。おい、こいつまたおんのか。スルーで。あそこなんかもうボスっぽい感じするけど、どうでしょう。この下が？なんかあるー！よし。あ、頭装備か。墓守鳥の、いや、墓守ガラスの兜。霊光輪の魔術を強化する。うん。これ死ぬくね？いや。こっちか。よし。いやー、圧巻ですな。でかすぎ。そして、またおるしー。あいつ嫌い。パリーすればいいけどさ。今度は嵐か。うおー、絶対飛ばしてくれ。あんまり痛くなーい。ほいよ。もうこいつは、生涯、スルーします。もう倒したんで。一回倒したから。あいつはもう、無視。全無視。ほら！
祝福もあるよ。で、かがり火に触れながら、触れれてない、なんだと。さよなら。うん、いいね、エイジュの破片。これが攻撃力防御力上げれるので、さあこれでエイジュの加護が10まで上がりました。まだ上げれる？あ、全然上げれる。君か、一番最初にいた人か。君はミキャラ様ではなく黄金時に導かれているのだろう。王になる者として、誰お前？血の貴族じゃない？なった？ちょ待って、分岐エンドかなと思ったら敵対者として召喚されるか。え、これ進んじゃダメなのこれ。さすがにな。対人か。対人はあまり得意ではないが、まあ人であれば、このメスメルのこの重装、これでまあ上にぶち上げれると思うので、さあそれでやろうか。Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight Leather, Dryleaf Dane, and our allies. 落葉の段が尊道士たちがお前たちを許しはしない。落葉の段、角人ができた。うわあ、全員敵対になっちゃった。やだー。そこ。よし。安納なの言って取るか。お前が黄金寺のマリカの王ならば、確かに復讐にふさわしい。カドビド、俺はマリカサイドと思われているのか。え、待って、あいつ、あいつ商人、商人、お前もそっち側になってしまうのか。全員敵か。よし、じゃあここはちょっとこの召喚サイン呼びましょう。この血の貴族ナタン、ちょっと誰か知らんけど、まあ戦ってくれるのなら一緒に戦ってもらおう。後ほど協力者として召喚される。ああ、これあれか、ゲルジー的な感じか。うん、いいひるませ。そこ、うーん、マジか。ただこいつエスト持ってねえ。祝福されてないのか。なんだこのムーアとかいうクソ盾マンはよ。おらナタンが協力者として召喚されました。ナイス。お、後ろ、オッケー。いや、硬すぎ。落葉の段が敵対者として、マジ？どんどん来るな。こいつ盾両手に持ちやがって。まず落葉の段から行こうか。お前飛ばし。ただ巨人狩りと違って、やばい。うわ、あいつ回復も使うのか。いやー、待って、ここやばいかも。ちょっと対人用の装備がいるな、これ。なんだこれ、地獄絵図すぎるでしょ。君を勝手にどうして呼んでしまった。謝るな。俺は謝ってほしくないさ。は？え？今、致命傷3かだっけ？いや、この落葉の段も、めちゃくちゃ硬え。我が剣の真髄を見せてやる。落葉の段、こいつ落葉とか言いながら剣使わねえぞ。え、あ、やべ、3対1っす。終わった、わーり、俺死んだ。まず落葉の段からやっていきたいが、こいつが格闘家か。1、
いやその軌道超かっけえ。痛い。で、クソ肩立てマンもいるんよな。え、 HP 回復されてね。落葉のダーン回復使うったん誰や。あの盾マンか。おお、それはセキュロで見たな。いやー、これはちょっと正直メスベルの5倍ぐらい難しいかもしれん。難しいというか、なんかまあ難しいのベクトル違うよね。これはちょっとここにいたさ、あの赤獅子のあのお姉さん味方なんてくんねえかなと思ってちょっと来たんですけど、いなくなってる。あれ、でも名前は赤獅子のフレイヤーって書いてるな。え、知ってる。フレイヤーの体験なんで。フレイヤーのスネアってん、フレイヤーの体験がなんかニコレットした赤獅子フレイヤーの獲物、君主に習い縦紙があしらわれた体験。フレイヤの鍛錬が宿っており、獅子の戦力を振るときその威力が高まる。フレイヤ死んじゃったの。え、フレイヤの鎧とかもなんか2個ずつある。え、これバグじゃね。なんか全部一式2個ずつあるんですけど。もともとは剣闘士だった彼女はその勇壮を若きラダンに見出されこの絵に取り立てられたという。え、これさ、もしかしたらさ、このフレイヤの置き手紙、いや衣装か、フレイヤの衣装と装備が2つあって、これバグで衣装がフレイヤの装備に2つなるっていうバグが発生してるとか、そんなんじゃないこれ。だって同じ装備、まあ、武器ならまだしも、あの鎧2個あるのっておかしくね普通に。ちょっとフレイヤ一式で頑張ろうか。あとは、なんとかアルベンビッヒみたいな、あの学者みたいな人がいてたから、あの人もちょっと、一応敵対者としては名を挙げてなかったんで、もしかしたら味方になってくれるかもしれん。あれ、いなくなっちゃった。どこいるんやろ。ちょっと絶望なんですけど、まあ、いろんな武器試してやってはいるんですけど、これちょっと言葉選ばずに言うと、これクソみたいに思うねん。これなんかこうめちゃくちゃ強いボスがいて、まあ、それこそメスメルみたいな強いボスがいて勝てねえっていうのはまあ全然いいんですけど、こんななんか大量に NPC 用意してそれぞれの HP 全部2万超えてて、2万か3万ぐらいあって、でこれではい難しいでしょっていうのは、これはもうなんかダクソ2に通じるようなクソおもんない感じがして、もうやってて正直ストレスしかないっす。これどうやって突破しようかな。死産結果とかもねえしな。とりあえずこの武器を出血派生にしてみようか。いや、やるならせめてフィアの英雄みたいに HP がある程度少なかったり、あとはそれぞれ1体ずつ来てくれたりしたら全然話は変わるんですけど、ちょっとこれはさすがにおもんねえわ。誰がこれおもろいと思ってやってんねんこれ。こいつなんか回復してんなと思ったらエスト飲んでんのかこいつ。お前この HP でエスト飲ませんのかこれ。ちょマジでここのボス作ったフロム社員出てこい、名乗り出ろマジで。ほんまにセンスがない。ガチでストレスしかたまらん、このボス戦は。とりあえずあいつはエスト1個か。半分まで削ったらエスト飲み出すっていうのは覚えておこうか。俺多分このボス面白いって思う人人類で誰もいないと思うよこれ。何がおもろいねんこれ。多分新人社員に任せたんかなここは。うわこいつ強靭高えから普通にゴリ押して飲まれるなってなったら、楽よのだお前からか。お前なら出血も当然効くし、あだいぶ削れる削れる。ラクヨのターンお前からやな。お前もエスト飲むんかい。カドビとかあいつだけが飲まんのか。よし、最終手段位牌使います。普段位牌使わないのは、まあ、位牌で NPC にあのターゲット取ってもらったとしても、それで勝ってもねコードパターン覚えらんないので普段は使わないんですけど、もうここは例外。もうコードパターンもクソもないから、こういうボス戦に限ってはしっかり強化してきたんで、このアジンのボックたちを使って、おお強い強い強い。いやこれは狙うべきはレナじゃないか。ほら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 、やれやれ行くぞ血の貴族。
ダブル出血コンボで行こうぜ。はい。うわー、でも回復されるか。まだこっちには味の良しも残ってる。さあ出血も決め、痛い。ドゥンドゥンドゥン、いやそれお前出てんのかい。さあ味の良し、お前も参戦してくれ。やべ死ぬな、誰一人として死ぬな、誰一人として死ぬことは絶対に許さん。出血がしない、はい、危ない、死にかけ。お前のエスターもう尽きた。あと1回出血させれば、おし、レーダーを撃破。あとはこのクソ盾パリーマンじゃなくてクソ盾ガンマチマンか、お前を殺す。はバックステが、バックスタが取れない。おい、バックスタが取れない。おい、この不毛な戦いに終止符を打とう。俺たちが終わらせよう、この戦いを。あー、おもんな。あー、このボスクソおもんな。あ、なんかめっちゃ死体が転がってるわ。ムーアの鈴玉と大盾、緑は一式と、これがあれか、カドビとか。あれ、じゃあお前はダンか。あれ、じゃあレダの装備はもうこのレダの剣だけか。黄金が細かく編み込まれた境内剣、かつて騎士団の同胞たちを貫いたその剣には限りなく拭われてなお血の匂いがこびりついている。専用戦技、針の貫き、差し抜いた対象のありとあらゆる状態異常と特殊な効果消し去る。あ、ここで知ってる。レーダーの鎧、ローリングバックステップからの攻撃とダッシュ攻撃をわずかに強化する。ああ、いいね。おお、だいぶかっこよくなったね。で、ここちょっと武器触れないんですけど、この針の貫きちょっとやってみたい。これボスいるくね？あ、これか！あ、これ射程距離も長くていいんじゃない？これ、バフとか、かき消されてたんか。あ、祝福あるね。そしてボス、ミケラか。ミケラ、何の武器でいこうかな。ちょっと生属性多分通らないと思うので、どうしよう。いや、正直このレダの剣で、行きたい感はあるけど、ちょっと、多分ね、生属性は通らないと思うから、まあ、炎、魔力、まあ、メスメルの、やりていくか。この串刺し校の、やりでいこうか。っていうか、いつの間にかもう一番上まで、登ってきてるな。おそらく、DLC、ラスボスでしょう。やはりミケラがラスボスか。行くぞ。眩しい。 My loyal blade and champion of the festival. これはマリニアとラダーンか。 Both your deeds will ever be praised in song. Now, the vow will be honored. And my lord brother's soul will return. 約束、これは多分マレニアとの約束か。え、ラダン！え？ラダン！まさか、え、全盛期のラダンと戦えるのか。そう、本編で戦ったラダンってマレニアと敗北して勝機を失った。約束の王ラダンキーホマジか。ラダン、全盛期のラダンと戦えるのか。いや、これ実は DLC 発売した瞬間ってか、当時に全盛期のラダンとか戦いてえなとかいう話もしてたんですけど、まさかの、なんかめっちゃ対応できてる。よし、ドドン、オッケー。このドドンも本編ラダンと似てるような感じはある。多分パリーは取れないから、はいはい、いやー、それがロリーではなかなかきついな。1、2、痛い。
1、2。そう、これがちょっときついかも。ババーン。いや、まだ来るか。まあ、所詮はこんなもんよ。え、マジか、全盛期ラダン来たか。え、なんか炎、巻いてるし。一応このエルデンリング DLC のキャッチコピーが約束の王を待つっていうキャッチコピーなんですけど、約束の王、お前のことか。なんだこれは。うわ、そっから本体が来るっていうのはないのか。は？ワンパンイングリッシュ。ここ狙える。このレダの剣扱いやすい。うわこれ前段発射ー。曲がら反転分厚すぎやろ。いや、これどうやって降りる今の。もうあのゴーン、このグラビタス、これをもう回避するしかないよな。おはようございます。2日目です。ちょっとね、ラダンに勝てるビジョンが見えないということで、マップの探索をしようかなと思ってます。こっちとか、まあ、こっちとか全然行ってないので、マップの探索してエイジのかけらを集めて攻撃力と防御力を上げたりとかしようかなと思っていて、そしてあの鍵ですね、2つほどこの鍵ゲットしたまま使ってないので、まあ一旦ダンジョンも含めて全部ぐるって回って見ようかなと思います。一回戦うかラダン。この光ってるやつって、うわ、エイジのかけら落とすんか。マジか。なんかちょこちょこ光ってるやついるなって思ってたんですけど、でもう一人こいついる場所知ってるんで、そこ行くか。あそこにいてた、あのラムル遺跡かなんかに。ちょっと探索し直しかな、この辺は。あ、退職の首飾り。あ、いたいたいた。この上のやつを倒したいんですけど、あ、ここか、倉庫の鍵。なんかいる。なんだこいつ。殺すか。殺せない。あ、ここにボスの姉妹の面があったのか。ボス前にここにやってきていると、 PV で見たことあるあいつと戦うのかっていうのがわかると。ん、井戸底の鍵。さあ、ここが、うん、開くね。おい、ざっけ。え、これ毒沼よな絶対これ。マジで宮崎てめえ。馬も出せねえしな。まあ一応苔玉は99個あるんで、ここでボスとか言うなよ。おいおい、絶対黄金樹の、あ、お前と思った、絶対お前と思った。おら、いいダメージ、1400。さあ、ポイズンを無視しろ。どうせポイズンになる。ここはもうポイズンには絶対になってしまう。オッケー、おー、終わり。あ、いらね。いいダメージ、はっ。お前ならばこのジャンプ R2 で倒してやろう。これが強い。お、角の騎士の極拳、砦の守護者たる角の戦士の極拳、その刀身には曲がり角がかたどられ、角おろしの触媒ともなる。角おろし、魔術かな。あ、相当武器か。専用戦に角おろし。ズーン。あ、まあ、射程が長くていいんじゃない？ん？戦場へ獅子切り。いや、もう獅子切り。なんだこれは。もう獅子切り。追加能力でもう一度武器を叩きつける。あ、いいね。病のタリスマン。同じ状態以上に対する耐性を高める。どうした？痛いのか？ベイル、ヴァイル、ベイル、オー、テラーインカーネイト、デル
there's life in me yet. I will soon feast upon your heart. Mark my words, you too shall know fear. たまらなく痛えんだよ。ならば楽にしてやろう。なんだと？エーゴン、お前そこから動けねえでしょ。ほらほら、すまんな。フロムゲーするときはわけのわからん NPC は殺すと決めてるんだ。ベール、復讐は俺が取ってやろう。エーゴンの大弓、エーゴン一式、英語の鈴玉。これ NPC イベントやればなんかアイテム販売あるみたいやね。まあそれはガチデータである際にやろうかな。エーゴンの森の威力を高める。エーゴンの森っていう矢があるのか、あのラダーンの槍みたいな。これ硫酸じゃない？あ、新たな硫酸学べたりするかね。なんか侵入が。お前絶対ベールでしょ。おい来いよベール、さっきのエーゴンの仇を取ってやろう。来いよベール。古竜人に侵入され誰？え、こいつなんだ。こいつ竜体石使ったダクソのキャラにのようにも見えるが、あ、お前大刀じゃないそれ。大刀出血が入るということはやっぱりスラテオドリックスの溶岩。出血が入るということはしっかり刀であることは間違いない。月がもうぶち込まれる。一つもある。その技見たね。見たことのある技だ。よこしょ、そこそこ、よし。なんだこのコルエビだって。これやっぱダクソの流体石使ったキャラに見える。洞窟か、ここに来て洞窟か。ほい、竜の穴。もしかしたらここからあのずっと行きたいって言ってた山の方方面に向かうことができるのかもしれんな。あ、やっぱりそうや。ここから下に行って、この上を通って山に向かっていくんか。ん？これ、うわ、え？これあれやん。竜狩りの鎧が持ってたやつやん。え、全く一緒。いや、全くではないか。戦技ウォークライ。ダークソウル3の竜狩りの槍も、お、竜狩りの鎧も、こんなん持ってたよね。廃材兵の処理に用いられ、その銅を丸太のように立ったという。それゆえか、致命の一撃に優れる。あ、ほんまや、115。いや、そうはならんやろ。お前のどこに火を吹ける機関があるのよ。恐怖を知らぬ勇気を示せ。は？飛び降りろってこと？飛び降りろってことか。ま、その前にちょっと上っ側にも道があるので、そっち見てみよう。おっと、溶岩モグラ。名前も出ない。熱い。さあ、これでとどめ。はっ！危なっ。現場か。それじゃあ行くか。イグニッション。おお、下がもうフッとなってる。さあ、それではボスやね。行こうか。まあ、洞窟のボスなんで、そこまで強くはないでしょう。お前かい？古竜人。うおお！まあ、HP はそこそこって感じかな。ただ、強靭がねえな。防具、来てないみたいなもんやもんね。それが怖い。めちゃくちゃ怖い。ほいほい、いたたたたた。さあ、しっかり出血が入ってるということで、お前エストの無じゃねえよ。しっかり出血が入ってるということはやはり刀であることには間違いなしと。1234で回復しようとするでしょ。回復しようとするから、はい、しようとしたね。そこをしっかり買っていく。バカタレが、はい、はい、はい。いいよ。いたたたたた。せい、せい、せい、せい。オッケー。弱。
竜狩りの大刀。13万ルーン。美味しい。竜に対する特攻がある。あ、これいいね。竜に対する特攻か。コルビトはかつて竜さんの戦士の一人であり、暴竜を喰らえる戦士を選別していた。専用戦技、竜昇リリ。あのピンクのやつか。おお。ため攻撃。あれ、ためっていうことは、名越し。おお。あ、これいいね。じゃ、これ、ちょっと、あれに使おうか。あの、ボス。竜のボスが絶対いると思うんで、その竜のボス相手にはこれで挑もうか。ん？竜がいる。じゃ、この竜狩りの大刀使うか。これ、竜狩りの大刀多分エンチャントはさすがにまあできないか。出血もともとついてるもんね。え、これさ、あの、左のこの犬たち。犬じゃねえか。お前死んでる？あいつ死んでるよな。2対1やめてね。行くぜ！どりゃー！ 2000！ギザ山の飛竜。あ、強い強い強い。竜特攻入ってる。一発、二発。こいつはシンプルな炎を吐く飛竜か。はい、うち入って当たりません。2、3、4でダウンも取り。え、これまでもなんか閉じ込められた。しっかりスタミナ回復待って、1、2、出血もするはずなんで。ただまあ手数が出るというわけではないので、大刀は出血はあまり期待はできないかな。一発したね今。なんだこれは。危なっ。うれ、お前のその頭に竜昇。何、死ぬ。よし、危ない。新モーション満載、中までチョコたっぷり。竜昇ギュリ2700。ダメージだ。はい、これはうち入って当たりません。せいせいせい。全すかし全空振り。さあブレスが来るが、このブレスを避けつつ竜昇斬り。かっこいい。竜特攻いいね。竜の心臓。あ、激鱗の肉塊。制作アイテム。そのまま食べることで生命、持久、筋力、ギルを上昇させるが、HP が少しずつ減少する。あー、内なる大力か。え、これめっちゃ良くない？竜熱は竜の戦士にとって極上な酒である。おい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 。複数戦やめろって俺言ったよな。何かと戦ってる。いや、違う。竜同士が争ってるのか、これは。よし、やれ、お前ら。シンクロしてる2人。もう死ぬね。なんか明らか右のやつの方が弱えわ。同じぐらいのね火力であればよかったけど、あいつはもう死ぬから俺が解釈してもいいが。よーし、撃破ありがとう。それじゃあ戦おうか。さあ最後はかっこよく決めようか。どこ行くねー。落ちて死んだし。竜昇斬りは放つまでもねえわ。雑魚が。竜の心臓と激鱗の肉塊。ギザ山やってきたか。マップ見る限りではもうめちゃくちゃ広いマップとなってるけど、まあこの辺全部探索できるってわけではないと思う。まあここの一直線だけかな。この反対側とかここら辺のこういう島とかそういうのは多分ないと思うわ。あ、乱作す方か。マリカクサビも反応してくれてる。コリュー、セネサクス、ランサクスのお姉ちゃんかな。待って、まずい、足やばい。いい、は、強すぎこいつ。嘘だろ、ジョータロー。ちょっと23万ルーンは、どうしようかな。さあ、ここは地面見つつ、いたたたたたたた。マジ持たせる。うわ、お前、そこの、その足の間を突くのか、お前。よく。よくできるよそんなの。最後は竜昇斬り。え、強かった。20万。お、古竜眼の探石と装飾探石。え、さっきの祝福、ザヤ山の中腹って書いてる。マジか。まだまだ続くなこれ。もうラスボスかなって思ったんですけど、ラスボスっていうかこのザヤ山の、ザヤ山運転のまだ中腹かい。ここ絵画の場所か。あれ
あれ、なにこれ、絵画これやね、ここ、あーあーあーあ、一回これチェックしておかないといけないのかな。竜の心臓、なんだこれ。あ、人の身と人の身を古竜となし、竜さんの気を強化する。死ぬ時まで姿が戻ることはなく、古竜の身で使用すると竜さんの気を強化する。はあ、これ竜体石か。あ、頂上かな。うん、ギザ山頂上。あ、エイジの加護強化できんじゃん。エイジの加護12いるかい。あれ、いない。そしてフィールドがいい、こういうフィールドを望んでいた。ただだだっ広い、それだけでいい。変なギミックは必要ない。行くぞ。上から来る。姿を見せてくれ。ベール、あー、ベールって竜のことか。人かた、あの人かなと思ってたが、はあ、尻尾。あれ、でも軽く低くない。うわ、お前それは無理。それは誰が初見で避けられるんですかい。お、ブレス、うわー、噛みついてくるのか。そこ、いいよ。いやー、判定が分厚いね。ただ竜特攻がしっかり効いてる。痛い。そこ、2発目が来ない。ちょっと足とか狙ってもあんま旨味はねえよな、ぶっちゃけ。はい、おいおい、直下ブレース、あ、直下ブレースはそこまで脅威ではない。この頭にしっかりダメージを稼ぎたいが、うわー、死んだ、熱い。どう、高校の後は2連撃からの雷。あれ、こいつ足がない。こいつ熱い。右足がない、左足か。誰にやられた。踏みつけ、よーし、よく避けた。よくその予備モーションで踏みつけとよく判断した。これまでのゲームの勘が俺をそうさせた。1、2、いや、それ尻尾ね。で、ノーモーション通して気付いて、それ、はい、完璧。一発目にやられたその技をしっかり対応していく。で、ここを、今の場所竜将斬りでよかったかもしれない。でもそれ誰が避けれんねんこれ。いやー、この直下ブレスが避けらんねえなー。頭800、そこまで軽く出れたわけじゃないな。いやー、直下ブレスが強え。これちょっとミディールと同じ戦法でやってみようか。直下ブレスが足元いるともう被弾確定になっちゃうから、しっかり正面に立って戦う、あのミディールを思い出してやっていこう。あ、頭めちゃくちゃ入る。頭いいダメージ入るよ。1、あー、踏みつけ、避けれんか。で、ブレス、あー、ブレスも投げ払いブレスもあるからそっちかなって思ったが、あー、こっちで、これ尻尾くる。わからん。方向の後2連撃、いや、3連撃か。3連撃プラスブレス、そこ、いや、おお、それで受けれるか。で、ブレスは避ければ隙がでかい。1だけか。一応2回来ることも、うおー、どどどどど、なんだこれ、分かった、初見、これは初見技。うわあ、2回目来る。やべ、噛みつき、もう一発。あー、距離、いい距離。そしてブレスは甘え、1、2回目、3回目で、これブレスじゃない、こない。方向の後が OK、 ダンダダンね。
全スカシ、全スカシ、な、なにこれ、は、なにこれ、翼生えた、嘘、うわー、うおー、なんか飛んできてる、待て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 、痛すぎ痛すぎ痛すぎ、そこ、無理、うわー、地面から溶岩が、その距離やってくるか、いや、まずいなー、第一形態ですね、すら、対応できないというのに、下から溶岩が追加されるのか。ブレース、直下ブレースは大丈夫。これ直下ブレースがあるから足元行くのは絶対ダメ。わからんわからんわからん。溶岩これジャンプで避けれるな。あの、ホーラルーの、いや、ホーラルーのやつって確かジャンプで避けられなかったから、無理か。何これ、うおー見ろ、技を見ろ。ブレスが吹いて、その足場が爆破ね。どうやって受けんのこれ。あ、ジャンプいける。いや、今の射程距離外でかわした説ある。ジャンプで避けたというより普通に距離で避けたような気がする。さあ、安定して半分は削れるようにはなったが、その直下ブレスは無理。まだ第2形態の動きが完全に慣れていない。ま、前、これもう一回くるよ、もう一回くるよ、もう一回くるよ。え、無理じゃ無理無理じゃないこれ。回避、一発、二発、回避、シッパくる、シッパくる。タイミング一歩ディレイを置いてね、横を。で、地面。あー、それか。それになるのか、第二形態は。さあ、ラストのエスト。ドーン、ドーン。なんだこれ。初見。初見。これ一番うまみ。これ、マジ外す？これ一番うまみがある。すぐ食べるのはダメ。食べて、頭が、降りてくるところで、よし、ジャンプできる、ジャンプできる、噛みつき、一発、二発、やりすぎ、で、シップくる、絶対シップくる、オッケー、ここで突き、もう一発、なんだこれ、ダイナミック、ジャンプ、オッケー、一発、何これ、チョコブレス、いや、いや、これ、世界一強いブレス、これ、悪い、俺死んだ、うわオッケー、ブレス避けて、避けてか、うん、タイミング、ちゃんと見極めよう。おねろりしたらダメ。いや、判定分厚い。いや、これジャンプか。2回目ジャンプかもしれんな。これがうまい。一番のうまみ。1、雷くれ。ドシーン、下、オッケー、隠れて、いい感じ削れてる。いやー、そこで、その方向がね、一番手が早い。これ、回避、ブレス、このブレスの後は隙がある、一発、1、なじ ?3 発目、雷くる、オッケー、ラストのエスト飲んで、それが一番のうまみ。あれ、危な、普通にまず間違えた。さあ、世界最強ブレス、ここひくらっちゃうが、まっすぐ、これジャンプどう。いや、ジャンプ無理やないかーい。いやー、これ普通のローリング避けか。まあでも今の戦いが一番削れてた。で、あの、世界最強ブレスは未だに避けたことがないので、どうしようかな、あれは。ダウン取れた、でかい、このダウンはでかい。さあ、致命の石打ち叩き込み、うれ。さあ、ここは絶対第2形態移行するから、距離離れて、地面見て、地面
ここなら大丈夫。おら、外してゆく。2000ダメージ、いいダメージ。1、2、3、4、5、そこ、いいよ。初っ端かなり削れた状態から第2形態スタート。幸先はめちゃくちゃいい。エスタ全部残ってる。1回もエスタ飲んでね。1、2、なんだこれ。あ、これね、めちゃくちゃうまい。これジャンプ1、2、1、もう一発、せいせい、一発で下から雷で2発目食らってしまう。直下ブレスで死んでいくと。エスト全の腰。ちょっと待てよ、お前さ、モーグじゃない？今思った。なんか見覚えある顔してると思ったら、お前モーグじゃない？なんかモーグの遺体がミケラの元に運ばれていったみたいな話は聞いたんですけど、お前モーグじゃない？いや、モーグじゃねえか。なんか昔の時代から暴君やったらしいから、モーグじゃねえわ。いやー、判定が熱い。ん？避けれた。今の手前か？手前かもしれん。爆発が起こってんのってもしかして中央だけ？よし。ってことを考えると、どうしたらいいだろう。やるべきことは、なすべきことは、ブレスが来たらブレスを吹いてきた方に行く。これがうまい。1、2、やりすぎ、噛みつき、直下ブレス、直下ブレスは隙がある。よし、ハイビー飲んで、やべ、危ない。1、はいはい、このブレスは左に避けて、1、2、足せる足せる、きた。ブレス吹いていた方向、こっち。いや、全然爆発きてるな。なんだこれは。ああ、急ブレーキここで入るか。絶対受けて、よし。左、噛みつき、かられていく。大丈夫、ここは回復できる。避けて、ここ左、それは甘えてるな。1、2、さあ来た、世界最強ブレス。ここまず1回目、2回目、3回目、やだって、行く、わからん、どうやって受けんねこれ。左左、おっと近い、左、これはでかすぎ。終わりだー。よっしゃ。ボリューベル、ボリューの、いや、ベールの心臓、硫酸の大祭典でベールの力我が物とする。硫酸の大祭壇でこれを食らうことでベールの力我が物とすることができる。硫酸の巫女は言った、それは至高の硫酸であると。はっ、まずその硫酸の大祭壇っていうのがどこっすか。よし、これで一応このザヤ山、ザギ山かのボスはこれにて終わりかな。まあ、これ以上は特に行くことはないだろうし。いやー、強かった。結局世界最強ブレスの避け方がわからん。一回だけなんか避けれたけど、あん時なんか手前に爆発がなかったよな。なんででしょう。